抜けますか。下がんないと。ちょっと抜きますね、抜きますね。とりあえず一刻も早く車内から出さないといけないなって思ったんで、無理やりドアこじ開けて。車内に充満する煙、火の手は運転席にも迫ります。だからすごく暑くて、いつ爆発するんだろうって思いながら、このままではいつ爆発が起きてもおかしくない状況です。途中から結構最悪爆発してもいいかって思ったので、最悪まあ車もなんか自分も巻き込まれていいかって諦めがついたので。やばい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 、はい、警察や消防に通報するため現場を離れていた大型トラックの運転手に助けを求め、2人で救出を試みます。抜けませんか、止まるんですか。足この足上に上げれますか。大型トラックの運転手は助けを呼びに別の場所へ。この足どうしても下がんないですか。
救助に当たり、最終的には消防隊によって助け出されましたが、今回のように交通事故の救出困難者を消防が救助した件数というのは、おととしで12,374件。これは消防の救助件数全体の 19.6%、およそ2割を占めています。元ハイパーレスキュー総括隊長の高山さんによりますと、今回の大学生の行動はとても勇気がある。ただまずは自分の身の安全を確保することが大切。ガソリンの匂いがしたら爆発の可能性があるので、むやみに近づかないようにと話しています。では、交通事故に遭遇したらどうすればよいでしょうか。高山さんによりますと、まずは安全確保ということです。発煙筒や三角停止板で後続車に事故を知らせます。次に119番通報で現場の目標物や怪我の程度など詳細な状況を伝えます。そして救護活動です。負傷者はハンカチなどで止血し、寒い場合は保温をします。さらにもし出火していたらなんですが、消火器を借りて消火活動を行います。火を扱う飲食店には消火器の設置義務がありますので、そういったところで消火器を借りられることを知っておくだけでも役に立つのかなと思います。はい、今回映像残っていますが、意図的に撮影したのではなくて、救助の際にスマホのカメラのライトで中を照らそうとして、結果的に、こういった映像は撮れていたということになります。勝木さんご本人も言ってました、合っているかどうか行動自分の行動分からなかったので危険ではありますが、でも勇気あることもあると。熱いと思いますね。でやっぱり本当にガソリン、ここにもあるように爆発するので、灯油とかとはガスライターとは全然違うので、本当にその時のことを考えると、とても普通は恐怖で逃げ出したくなると思うところを、やっぱり人命救助の方に集中したっていう、彼は本当に頭が下がるというか、日本の若者のこういう気概があることはまだいるなっていうのはすごく誇らしく思うし、素晴らしいと思います。軽自動車とか軽トラックって多分車両別の死亡事故とかって多分もし比率出したらそれなりに高いと思うんですよね。やっぱり薄いですし、事故に遭った時のその中のそのセーフティーな部分、保護される部分っていうのは他の車より相当下がると思う。運転席が潰れてスペース狭くなったっていうのがあるんで、とにかく軽自動車、軽トラック運転には気をつけて、でイメージだとやっぱり郊外とか地方なので、お年寄りの方がね乗ってるっていうイメージがすごくあるので、その方たちもぜひ本当に気をつけて運転していただきたいなと思います。はい、でこういった事故を目撃した場合は、まず自分の安全を確保して救助活動をすることが大切だということもあるんですけども、廣津さん、実際に現場になったらやっぱりこう挟まってる方がいて動かずにいられなかったっていう気持ちなんだろうなというふうに思います。しかもこれ午前4時頃ということで、本当に人が通らなくて、よかったらどうなったんだろうっていう気持ちもありますし、この負傷した方も、ね、少し意識が朦朧としていたということで、大学生の声かけもかなり効果的だっただろうなと思いますね。でこのやっぱり遭遇したらっていうこの4ステップ、たとえ頭に入れていたとしても、現場に行った時にこれが適切に対処できるかってなかなか難しいところがあって、一茂さんもおっしゃってましたけども、本当にこう冷静に的確にこう足上げれますかとかってちゃんとこう言葉にして伝えられるってすごいなと、もちろん安全には気をつけないといけないっていうのはもちろんですけど、本当に素晴らしい行動だなと思います。こうしたその推奨されるような行動ではなかったのかもしれないですけど、でもやはり、これはなかなかできる行動ではないなというふうに思います。玉川さん、どうでしょう。そうですね、勇気があるとか勇気がないとかってことではなくて、もう自然にそういう行動をされたってことだと思うんですよね。でご本人方は振り返ってみたらどうだったのかなというのをご本人もおっしゃってました、ね、そうなんですよ。で本当にこれが火災にならなくて本当に良かったってことなんですけど、
ただ火災になってた可能性も当然ながらあります。危険ですね。はい。爆発してた可能性もあるんで、じゃあこれを見て私たちはどう考えたらいいのかって言ったら、やっぱりプロのおっしゃってるようにですね、こういう出火をしているような状況だったら、その無我夢中に助けたくなる部分はあると思うんだけれども、そこはもう一回冷静になるってことも必要なのかなっていう気はしますね。はい、車載の消火器っていうのも最近は積んでる場合があるそうですし、近所の家なんかに行って借りるってこともあるんで、まずは僕だったらですよ、あくまで僕だったら冷静になれたんだったら確かに消火器を探すっていう風な方に意識を向けたかもしれないですね。ダメね、ダメね。まあでも本当になかなかできる行動ではないなと。ダメね、でもダメね、やらないといいね。もう手打ちねえんじゃない、仲間って今まで。さあ、では続いてです。こちらの女性ですね、特殊詐欺グループで駆け込みをしていた熊井被告です。大学ではミスコンに出場するなどの学生生活を送っていたんですけれども、一転してかけ子を行うようになったということです。裁判でかけ子となったきっかけ、そしてかけ子をやめられなかった実態が見えてきました。特殊詐欺グループのかけ子として詐欺を働いていた熊井被告の判決公判がこの後こちらで行われます。今年5月フィリピンから強制送還された特殊詐欺グループ、いわゆるルフィグループのかけ子の一人として窃盗の罪に問われた熊井ひとみ被告。当時熊井被告はグループの一員だった藤田海里被告との間にできた子供を妊娠しており、時折お腹を気にする様子を見せながら移送された。先月の初公判では組織内で行われていた恐怖支配について語る場面。ボスが私のところに来て住所も分かっていると言われて、一番危ないところから目をつけられたと思いました。2019年からかけ子を行っていたとみられる熊井被告、都内の美術大学に通いミスコンテストに出場するなど、パラソからキャンパスライフを送っていた男がなぜ特殊詐欺に手を染めたのか。ミスコンからかけ子に転落、ルフィグループの女が語る恐怖支配の実態。ショップでは侵入した実行犯らに店主の男性が暴行され、顔の骨を折るなどおよそ2週間の怪我。東京狛江市の住宅では高級腕時計や指輪が奪われ、激しい暴行を受けた高齢女性が死亡した。容疑者が出てきました。黒いフードをかぶり、下を向いてうつむいて歩いています。これらの事件をめぐってルフィなどと名乗り強盗を指示していたとして逮捕されたのが渡辺優樹容疑者、今村清美容疑者ら4人。彼らはフィリピンを拠点とした特殊詐欺グループの幹部とみられ、熊井ひとみ被告もこのグループで詐欺を働いていたとみられる。熊井被告は警察官の飯島と語って電話をかけ、高齢者2人からキャッシュカードを盗み、現金合わせておよそ414万円を引き出した窃盗の罪に問われている。東京三鷹市で生まれ育った熊井被告、中学時代の同級生によるとおとなしい性格で真面目だったといいます。前に合わせるどっちかって言ったら、ね、なんだかもしれない。真面目なタイプだったという熊井被告、中学3年生の時合唱コンクールではこんな一面も。熊井被告
した世界に憧れを持っていたという熊井被告。大学入学後、転機が訪れる。それが、これは全国の大学新入生を対象としたミスコンテストのホームページ。出場者の中に熊井被告の写真が。プロフィールにはこんな参加理由が書かれていた。私は今まではこういったコンテストなどの大きな舞台で競争したことはありませんでしたが、自分の中で方法で何かしらの転機になればいいなと思いエントリーしました。華やかなキャンパスライフを送り始めた熊井被告。そんな被告に近づいたのが、以前から友人だった杉浦から海外でバイトがあると聞きました。 SNS でミスコン機関に話しかけられて、共通の話題があり会うことになって仲良くなりました。ミスコンの期間中、 SNS で声をかけてきた杉浦という男、熊井被告の悩み事にアドバイスをくれるなど信頼を寄せていた相手だったという。しかしこの出会いが熊井被告の人生を大きく狂わせる。